よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張したせいにあった芸能人になった気分でした放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。私は学生祭で発想賞の統括を2年間していました。協賛してくださったセレクトショップの店長さんとかモデルさんとか皆さんこだわりが強いんですけれど、私にはない価値観を大切にしてより良いものを作り上げていくことに魅力を感じています。はい、ということで上活イベントの途中なんですけども、感想というかお聞きしたいなと思って、はい、そうですね、自分の力じゃすることができなかった企業なのかとお会いできていい機会だなと思います。確かに、はい、すごいなんか教科書みたいなコメントありがとうございますでも境遇が一緒だからいいよね。そうですね、話も合いやすいし仲良くなりやすい環境だったよね。結構飛行機何時間かかったとかそういうトークで盛り上がりました、ね、北海道から沖縄までいるから、はい、ということで引き続き頑張ってください。頑張ります。はい、ということでこちらの面談ルームで選考が行われているんですけど、僕自身はこの面談には入れないので、ここで祈るしかないんですが、頑張ってきたことの成果が出ればいいなっていうふうに思っております。頑張れ。はい、じゃあ改めて今日面接ということでお願いします。よろしくお願いします。最終局とあの音の面接あんまり固い空気にはしたくないなと思っているので、はい、敬語とか崩れちゃって OK なので、サークルの先輩と話すぐらいの感覚で話してもらえると嬉しいです。わかりました。ありがとうございます。じゃあ最初簡単に自己紹介お願いしてもいい？はい、熊本の大学に通っていますみすずと申します。学園祭の実行委員会に入ってて、1年生と2年生の時はファッションショーを企画して統括を2年間してました。で、学部は教育系なので3年生は教育実習に力を入れてました。で、教育実習でも落ち着いたので就職活動をしているという状況です。あ、実習も行ったんだ。実習も行きました。中学？高校？小学校です。あ、小学校も行ったんだ、はい、どうして先生になろうと思ったの？自分が物を伝えることで人に影響を与えることが面白いなって思って、高校の時の担任の先生に相談したら、性格的にも向いてると思うよっておっしゃってくださったので目指してみたんですけれど、実習に行ってみて、生徒は40人いるんですけれど授業は1つしかできなくて、一人一人に完璧に寄り添ったものはできないなっていうところにちょっとギャップを感じて、じゃあちょっと就職活動もしてみようかなっていうことで。なるほどね、はい、でしょうか先輩。バイトとかなんかやってる？1年生からやってるのは居酒屋の居酒屋アルバイトなんですけれど、うん、地元では人気の忙しい、お店でやってます。そこは今不動産の事務をしていまして、不動産事務、物件とか探すのが好きで、それでちょっと最初不動産の就活の視野に入れてたんですけど、実際働いてみるとちょっと違ったなっていうことで今は、はい、楽しいんですけれど、アルバイトとしてやっています。ちなみに学祭でここに入ったのどうしたっけ？
学校で学べないことにもしてみたいなって思って、うんうんうん、その時に4月って歓迎会みたいなのがたくさんあって、はいはいはい、一番よくしてくださったのが学園祭の先輩 で、 うんで学園祭って確かに高校までとは全然規模が違うしお金が絡んでくるから、うんうん、面白そうだなと思ってやりました。その中でファッションショーやろうかな、どうしたのか。集客のために企画を何か立案してほしい、何でもいいっていうことを言われてどうしようって思ったんですけど、ね、はい、で先輩に相談した時に好きなものって何っていう話になって、うん、服が好きですってなって、うんうんうん、じゃあ服使って企画したらって言われて、あ、そういうのでいいんだなって思って、そこから、うん、あ、じゃあなんかファッションショーとかしたら面白そうやな、人集まりそうだしどうなんだろうなって思ってやってみたのがきっかけです。中高の部活とか何やってた？中学はテニス部と駅伝部を兼部してて、高校は弓道部。それぞれどうして始めたの？それテニスは小学生の時に憧れっていうかちょっと憧れがあって、うん、テニス部って可愛いっていう、はいはいはい、夢であってテニスを始めたんですけど、駅伝部は陸上部の女子がいなくて、で駆け集めだったんですよ、うん、でその時に先生にやってみないかって言われて、個人的に声がかかるっていう体験が初めてで、中学校を認められた感じで嬉しくて、あれやってみようと思って、で始めたんですけど、そしたら集まってる人は、向上心の男性で、はい、結構負けず嫌いなのもともとだったから、私も負けられないと思って、ずっと続けてました。高校で弓道だったの？テニスにちょっと怪我しちゃって、あ、そうなんだ。負けてられなくなった時に、どこ部活に入ろうって考えて、負けず嫌いのところがあるから、高校から始めても負けない部活って考えた時に、単にテニス場の中に弓道場だったんですよ、はいはい、で、弓道部って珍しかったんですよ、中学生で、うん、高校からほとんど始めるし、自分でも勝てるかなって、そしたら、まあまあいいところまでいけるかなって思って始めました。今就職活動どんな状況ですか？選考を受け始めた時はやっぱり不動産業界に興味があったので、うん、いいなと思ってたんですけど、就職活動を進める時に自己分析とかも進めたので、うん、ってなったら、あれ違うなっていう、うん、なんか決まったものを売るっていうところが自分的に違うなって思って、逆になんかそこでまあ物を売るっていうより違うものがいいなって考えになったところで、今なんかどんな業界とか興味持ったりするの？結果的には広告が多いです。あ、そうなんだ、はい。どうして広告興味持ったの？決まったものを売らないってことは商材がないことだなって思って、うん、何でも取り扱える方がいいなって考えたんですけど、うん、でその当初教育学部を目指した理由として、自分がこう伝えることで影響を与えたいっていう気持ちがあったので、一番出てきたのが広告でした、うんうん。業界以外のポイントで会社選ぶときに気にしているポイントとか大切にしたい点ってあったりします？はい、一つは社風が自由で挑戦できたどうか、うん、それは私がフットワーク軽く動きたくて、うん、やりたいと思ったことをやらせてもらえないと不満が生まれちゃうような性格なので、うんうん、こう会社自体が成長意欲があるかどうかも悩みしてます、うんうん、で二つは評価が成果主義かどうか、うんうん、年功序列順っていうのがあんまり好きじゃなくて、はあはあ、なんでやった人の方が評価低いんだろうって納得いかないので、うんうん、そのあたりがフェアかどうか見てます、うんうん、で3つ目が自分の人生のキャリアが広がるかどうか、うん、明確にこれがやりたいっていうのがなくて、うん、漠然とこういうことがしたいなって思ってるんですけど、それにぴったりな業界とかよく見つけきれてなくて、これから社会に入るといろんなことを知って、そのやりたいこととかどんどん変わっていくと思うんですよ、うん、それでもそれが見つかった時にできるような環境にいたいと思うので、その3つ目の条件があります。いろいろ聞きたいことを聞かせていただけたので、はい、質問としてはこれで以上となっております、はい、本日お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。
みすずさんはどうでしたか？なんか第一印象とすごい人柄のいい朗らかな方だなと思っていて、なんかそこはノンバーバルのコミュニケーションであったりとか相槌の打ち方の点でも感じたんですけれども、なんかすごい人がいい人だなっていうところをまず最初に感じたところですかね、うん。次になんか思ったのは、いろんな過去の経験であったり意思決定のプロセスを聞いていく中で、すごいなんか人との関わりを大切にされている方なんだなというところで、なんか友人とどう関わるかとか友人とのコミュニティをどう作っていくかみたいなところがすごいなんか価値観として大切な方なんだなというのが印象として残ってますかね。ポテトさんが求めている人物像と選考のポイントみたいなのがあればお伺いしたいなっていうふうに思います。価値観みたいなものをものすごい大切にしていて、カルチャーマッチとか価値観作用って言ったりするんですけれども、その人が大切にしたい価値観、あるいは仕事をする上で働く上で会社に求めたいもの、これが僕らが大切にしている価値観とマッチしたらお互いすごい楽しく働けていいよねっていう考えなので、その人自身が何を大切にして生きていきたい方なのかというところを、ものすごい慎重に見ているんですかね。なるほど。ちなみにその価値観っていうのはどういった価値観なんですか？具体的には誠実な野心家みたいなキーワードを表したりしてるんですけれども、まずはなんか人に対する誠実さ、嘘をつかない、間違えたら謝る、感謝する、こういった誠実さを持ちつつも、一方何か自分あるいは社会に対する大きな夢とか目標を持って、その野心に向かってチャレンジを続けられる、なんかその誠実さと野心を兼ね備えた人というのが僕らが一番見てる、ね。なるほど、みすずさんじゃないですか。確かに誠実な野心家っぽさっぽさありますね。東京遠征も最終日ということで、最後に選考を受けたんですけど、どうでしたか？緊張したよね。でも緊張したせいにはしたくないですけど、やっぱりうまく話せなかったなって。ああ、そうなんだ。まとまりがなかったし、長すぎるなって自分で思いながら話してました。なるほどね。耐え切ったと思います。だから後悔はない。はい、選考の結果はまだなんですけど、就活が終わった時にまた報告してもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、1週間の何ですか、就活合宿が終わったんですけど、合宿といったらなんだけど、もう部活だったよね。超過密スケジュールで1週間頑張っていただいたんですけども、はい、どうでしたか、全部を振り返って。芸能人になった気分でした。いやでもちょっとでもね、あの就活の足しになったら嬉しいなっていうふうに思います。はい、すっごい勉強になりました。本当ですか、嬉しいです。続き頑張ってください。何かあれば協力させてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、お見送りをさせていただきます。はい、ありがとうね。うん、バイバイ。5日間の就活合宿を終え、帰路に着いたみすずさん。就活という長い戦いを終え、内定を勝ち取ることができたのか。次回、上京就活物語完結。この放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。上京就活物語第2章に出演していただける方を募集します。詳しくは概要欄をご覧ください。